何か質問ありますか。シルトの結論なんですけど、同門対決ということに関して、そのマネージャーのバクドン選手はどんなことを。12月5日の後の一夜会見の時でも言ってたんですけども、もうシュルト相手がいないので、自分たちの同門から戦うことになるんじゃないかと。アリスターも OK とかあの時言ってたと思うんですけど、まあ、エロール・ジマーマンも OK ですし、まあ、そういう同門系の選手も、全然問題ないって言ってますね。ただ、まあ、僕らとしてはですね、なるべくジムを分けて練習して、もう環境を変えて、まあ、セームシュートってそもそもですね、ゴールデングローリーでも全然別 の、 空手の、グループで練習しているチームなんで、コーヘーマスのところでやってるのはやっぱ今ルスランがずっとそのまま出稽古に行ってますし、エロル・ジマーマンとかは そっちにいるんですけども、セームシュートは全く別ですね。でもう本当に厳しくコーヘーマスのところはやってるんで、これはもうエルルジマーマンにとってはすごいチャンスだと思いますね。同門対決についてシルト選手自身が何か懸念とか。いや、もう本当に何ら問題ないっていうことだと思います。本当になんか相手がいなくなってきてるんで、これからそういう対決も出てくると思いますね。まあ、どっかでね、僕はアリスターと見たいんですけどね、それからまあやっぱりもう一回バタありね、見たいなという気がします。まあ、言わされましたけど、あとまあ日本人でも京太郎選手以外に、まあ、インド人ですけども、ね、シング、日本で育ってるシング選手とか、極真の佐藤選手とか、制度会館の野田選手とか、まあ、この辺りはさっきの挙げた若手同様にですね、これから頑張ってきてもらいたいなというふうに思ってますね。ユナショフ選手の反応はどうですか。一番最初にオファーした時はちょっと抵抗しましたね。というのはなぜならユナショフはですね、ずっと、まあ、言葉悪いですけど世界中流れてるからあんまり言葉遣いに気をつけなきゃいけないと思いますけど、干してましたからずっと。だからでずっとなんか日本にわざわざ来てですね、試合に出してほしいっていう直訴にも来たことあるんですよ。だけどやっぱイグナショフ選手言葉に気をつけなきゃいけないんですけど、アル中だったんでなんか酒飲んで低たらくなあれをしてたんで、もうビシッとするまで出さないっていう話をしてたんですね。で、でまあ、ヨーロッパで本当に確かに実績を積んで強いやつをやってます。で、勝ったり負けたりしてもう実力が戻ってきてる中で、彼は本当に日本の K1 で試合することがすごい楽しみにしてるんですけども、その中でいきなりバタありなん でまたここで自分がね、負けて変な試合をしたらまた干されるんじゃないかという。だから一回誰かね、他の人とやらせてほしいと。それで2回目にバタハリとやると、いきなり復帰戦がバタハリかみたいな抵抗はあったんですけど、ただまあね、これしか選択肢もないし、逆に言うとそんな甘いような状況ではないので、バタハリとどこまでやれるかっていうのは見たいって言ったらもう分かったっていう。自力はすごいある選手だと思うんで、ピーター・アーツたちがすごいね、まあ今も頑張ってますけど、ああいう世代の人たちがバンバン頑張っていくときに一番時代を継ぐのは、ね、イグナショフじゃないかっていう声も結構あった時代がありますからね。まあもうちょっとアンディ・ホースとピーター・アーツ、ジェロム・レバンナからその下の世代で言えばちょっと下でミルコになって、でその下の世代というとやっぱりレミーかイグナショフかっていうね、シュルトかとかそういう時代みんな言われてたと思うんで、まあシュルトと、レミーとイグナショフっていうのはまあ今の30過ぎぐらいの、もう35ぐらいになっちゃいますけど、シュルトとかなんかは、まあ、その時代を担う。本当は2000年代に活躍しなきゃいけなかった一人だったと思うんですけども、まあ、それをちょっと
ね、自らチャンスを逃してしまったんで、まあ、必死だと思いますね。彼はいつぐらいからアルコールに負けるんですか？いやいや、だからあの K1 で負けてる頃はなんか練習してなかったですね。酒飲むんですよね。あの中村慎介とかあの辺とやってた頃です。あのほらなんかあのお酒結構好きな人で変わった人で、でまああのベラルーシ飛び出したりニュージーランドで生活したりなんかしてたんですよ。でまあ試合はあんまり良くなかったですね、見て。だけどまあ全然使わなかったら日本に自費でとにかく試合出してくれ、一からやり直したいっていうので、来たこともありますね。でまあその時はあの信用ができないんで、よそのリングで、実績を積んで、やってくれって言ったんですけど、まあ、本当にセイムシュルトともいい勝負してますから戻ってきてるなとは思いますけどね。自費できたのっていつですか？2年ぐらい前かな。2年、いつから出ないですかね。結構出てないと思うんですけど、2年ぐらい前に来ましたね。あの自費で品川のホテルに泊まって、なんとかもう一回復活の場を与えてくれっていう、なんかラスベガスかなんかでやったのが最後だったと思うんですよね。あの1回戦でなんかあまり名前のない選手に負けたと思うんですけど、あのイグナショフが優勝すべき大会なのに、まあ負けてしまったんで、だからそこのところでもうチャンスはないっていう感じでからあのなってたんで、今回本当に自力はすごくある選手だと思うんで、僕はレミーぐらいあると思いますから、もともと持ってるのはですね、レミー・ボンヤスキーぐらいは絶対ある選手なんで、バタアリ全盛期のイグナシオだったらかなり苦戦すると思いますね。2年くらい前に来た時は酒臭くはなかったです。いやだけど驚いたのは、ね、あの覚えてるんですけど、あの背広着てきましたね。なんかネクタイして、赤いネクタイしてたの覚えてるな。うん、赤いネクタイで、ようイグナショフが背広着てるっていう。あのなんかあの頭ボサボサで T シャツでジャージって感じじゃなくて、まあ、苦労したんじゃないかなと思いますね。あのアリスターなんですけど、その今年シュルターだとその評論に専念されることは、これは最後の今年最後の、まあ、ヒョードルの試合がいつ組まれるかでしょう。ヒョードルとの試合ってなかなか組めないと思うんで、彼らも様子を見てると思いますね。5月はあのストライクコース決まってるって言ってましたね。対戦とは知らないですけど、まあ、本人たちは一生懸命ヒョードルと組もうとしてるんですけど、やっぱ、ね、ヒョードルのファイトマネーもなかなか高いですし、それからヒョードルもあの、ね、そんな連戦するタイプではないので、どういうタイミングでどうするかっていうと本人たちはやっぱりやりたいと思いますし、僕も見たいんですけどね、それを心から応援したいなと思ってます。頑張って勝ってほしいなっていうですね。じゃあ、どうしてもグランプリに出る可能性もあると思いますね。それはだからあのそのヒョードル戦次第じゃないですか。例えばまあ本当に僕よくわからないんですけど、もう5月のカードが決まってるのかどうかわからないんですけど、5月に決まったらそれで結果に、次第でまたどうなるかわからない。もうもっと総合がやりたいというふうに思うか、それともね、まあ、とりあえず K-1 もチャレンジしてみようと思うか分からないですけど、あの基本的にあれですね、MMA の方に出たがりますね。だからどうなるか分からないです。まだ彼は主戦場はあの MMA だと思ってますから、だからまああのあくまでもやっぱり彼はいつまで経ってもあのどこまで行ってもやっぱ外敵でしょうね。 K-1 にとってはK-1 の一員として専念するタイプではないです。チャンスがあったら参加してみんなぶっ倒してファイトマネー稼いで、で MMA の方でなんかこう実績を上げたいというふうに思ってますね。ただ去年は目覚ましい打撃の進化があったんで、あのテイシェーラ戦とか、ね、バダアリ戦とか、あのピーター・アーツ戦とレミー戦見てもそうだけど、もう K-1 でも十分通用するし楽しみですけどね。トンガさんの方ですか、アリスさんたちと K-1
京都選手の試合を実現させたり、なんかこう協力することとか、今はあるんですか？いや、本当はできればドリームでやりたいんですけどね、まあ、今とてもそんな環境はないんですけども、まあ、チャンスがあったらそういうこともやりたいですし、でもし、ね、ストライクコースの中で決まれば本当心から応援したいですね。で、勝つ可能性すごく高いと思いますし、まあ、僕シュルト選手も面白いと思うんですけどね、ヒョードルと戦うの、もう一回今のシュルトだったらプライド時代とは全然違うと思いますから、あれから K1 で3回も4回か4回優勝してますし、まあそういう機会があったら本当に別に拒むことなく応援したいなと思ってますけど、バダール選手とかね、そういうなんか総合志向じゃない人が総合をやるのは反対ですけど、それはもう負けに行くだけですから、ピーターズがやりに行った時みたいな感じですね、向いてないよとは思うんですけど、レミー・ボイアスキーとかですね、まあアリスターとかなんか本当に応援したいですね。今でも3月22日に出してくれって言ってますね、アリスターは。総合の練習もしたいというか試合の経験も組みたいって言って、それはちょっとね、やっぱり今回は4月3日の方でドリームの方もほとんど決まっちゃってるんで、他のカードで、まあ本当に若い選手が、新しい選手がどんどん出てくると思いますんで、今ファンの期待を見てると本当は K1 に新しいファンが、去年のダニエル・ギターとか、一昨年のエロール・ジマーマンとか、それからね、その前のバタハリとか、そういうその前のルスランとかですね、そういう新しい人をどん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 今ファンが求めてると思いますんで、そういうところにちょっと注目してもらえればなという、本当になんか新しい選手が育ってきたなというふうに思いますんで、大丈夫ですか？以上です。ありがとうございました。よろしくお願いします。